チャオ、あっちゃんです。絶対美味しいであろうソースを作っていきましょう。ちょっとね、白こっち返した頭から出た白ね返して、で沸騰してきたらね、沸騰しても話してないけどまあいいか。ここにね、ご飯を入れます。ご飯をね、ここにで、ご飯をね、こうやって沸騰させます。これは絶対美味しいよ、間違いないよ。ここにね、卵卵をね、4個持ってきてます。ちゃんちょ、ご飯をあげてくれへん、そこから焦げたらあかんかな。そこの方がいいな、そこからゴシゴシと。しゃもじといて、チーズをチーズを、どっかその辺のお椀に入れといて、結構チーズをドバドバドバッと入れます。で、よし、これでここにね、卵を、で蒸らしましょう。火を止めてちょっと蒸らしておきます。めちゃくちゃ美味しい、この鍋。これちょっとね、蒸らしておきます。ほんとね、出来上がると思うんだよね。グレタちゃん、みんな知ってる？あのグレタちゃんね、あっちゃん前から「あの子ちょっとやばいで」って言ってたでしょ。やっぱり今ちょっと操作入ってるみたい、結構あったみたいね。はい、よいしょ、もういいかな。よいしょ、これをね、この辺に入れてないな、そこから卵をね、そこからもう一回かき回して、で、いいよ、つける。ちょっとね、そこにあげちゃうからね。あ、顔に飛んだ。よし、できた。美味しいよ、これは。よいしょ。
しょ、うん、ではいただきます。スプーン持ってなかったな。ではいただきます。熱そう。ご飯焼いた分味が薄くはなってるけどね。トマトの味はねめっちゃ美味しい。ご飯ブラックペッパー、ブラックペッパーとね、お塩を準備します。今ちょっとブラックペッパーだけでいきます。ブラックペッパーだけで十分味が締まると思うけどね。うん、めっちゃ味が締まった。おいしい。塩ね、本当に一つまみ、あんまり入れすぎると味が入りすぎてまうんでね、ほんの一つまみ、辛くしょっぱくするんじゃなくね、味を締めるためにだからね、ほんのちょっと。最高、うん、これは美味しいわ。バターでもしかも分からない。卵もっと10個ぐらいでさ、蓋してちょっと蒸らして、うん、ふわふわしても美味しいかも分からないけど、うん、ほこ焦げちゃうか、うん、今回は混ぜてしもうたけどね、ほこ焦げたらあかんと思ったからけど、ちょっとね、もうちょっとこう火に入れて熱入れてね、で卵をふわふわにしてもよかったかもわからない。うん、おいしい。この雑炊は最高やわ。いや、なかなかね、ゆっくり食べていこう。美味しかった。美味しかったってまだ食べ終わってないけどね。もうちょいね、ブラックペッパーをね。ブラックペッパーの香りがね、すごいいい香りしてるんだよ。今回は。ん？使えない。食べる飯。
茶の種類じゃなくなってるよね。ゴムマスク。おかわりは、うん、いる、うん、よいしょ、はい、ということで、じゃあこの辺で、ごちそうさせたいと思います。ごちそうさせたい、まだもう二口、二口もうちょっとあるんだけどね、そろそろ、ゆっくり食べていきます。はい、では、またね、バイバイ。